え、チャリンコ取られんのお前。これ開けたやつ。全然話すき返るよ。びっくりするわ。どっちから答えるんだよ。間を取ってモッチの質問に答えよう。ああ質問ねえやな、あいつ甘いね、質問。鼻かんでただけだ、今。自転車はね、うん、止めていい場所が決まってるわけですよ。これは基本的にこうさ、なんかなるべく端の方っていうか、まあこう10個に分けたら2個目ブロックぐらいの位置に止めるんだよね、大体。どん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 みんなこう入れたがるじゃん。で、多分昨日はたまたま回収日だったらしくて、がっつり持ってかれた。あ、でも持ってかれてるやついたもんですね。同じ高校のやつで、あごひげをさ、剃るっていうかさ、ちょっとさ、伸びるとさ、うん、ここがさ、若干ジョリジョリしてくるじゃん。しない。え、俺ジョリジョリしないんだよ。か、かい、なんか細い毛、ちょこちょこ生えん。そうそうそう、こう、爪でピッてね、そうそうそう、作業を授業中がずっとやってる。そうそうそう、もはや毛抜き借りてた。そうそうそう、わかるわかる。汚な、お前ってやばいんだけど、こいつ汚な、え、茶色持ってたっけ。初めて来たっしょ。いや、全然。頭回って足やべ。イメージカラー問題はどうする。お前が赤髪のせいでさ。本当で。そうなんだよね。でも俺多分もうあれなんだよね。白系のカラーをやるから。ああ。生きてると思う。ファッションの道を間違えちゃ、方向性を間違えちゃってる。はい、やりました。出すの大変なやつじゃん。タックルしちゃった。全員やるよ、こっちもそっちも。しかも3段目っていう一番取り出すのダメなやつ。ごめんなさい。ある。あ、そこ開くんだ。それできる。ああ、めちゃめちゃやる。特技じゃん。めちゃめちゃ普通に。うわ、じゃあお前、お、あー、おい。バナナ抱えんなよ、花粉野郎が。いや、もうゴロゴロしたわ。俺の枕なんだよ。もう使ってないやん。それ使っとる。あれじゃ低いから、それを乗せて統制しとるんや。カイトボケてやろう。カイトボケないと突っ込めない。俺はあれだから、痛すぎ。めっちゃ埃まったし。飛ばねえ。手映ってねえし。謎かけしねえ。やば、怖い人いるじゃん。謎っちいてくさ。謎っち。謎っち。謎っち。いや、謎かけ、俺お題出すから、お前に。俺だけなの。いや、お前がしようって言ったんだ。俺だけなの。じゃあ。幼稚園。あれ、行かれてんじゃん。整いました。しっかりしっかりしっかり。けえよ。けえ。だその心。幼稚園とかけまして、はい、リア充とかけます。はい、その心は。どちらも用事がないと成り立たないでしょう。用事と用事かもしれない。これはうまい。満点。誰も笑ってねえじゃん。投げるよ。面白いこと言えよ、バカ。無茶振りだけしてね。無茶振りだけして逃げるんだけど。さあ、どう締めるか。じゃあ、イッチが最後締める。あ、まず、うん、合わせればいいかなと思って、ニッチに。ニッチ。ニッチ。いい。しかもさ、リッチっていう名で活動してないよ。そうじゃん、そうじゃん。でもお前の名字はバレたの。そうだ、もういいよ。じゃあ最後に、小学校の時一番好きだった子の名前を言うと、自分の名前を言って。やばいっしょ。ほんとにやばいっしょ。回してましょう。意味が分かる。ほんとにやばいっしょ。ほんとに頭あるよ、それは。こいつだけだよ、有利だ。そうだってさ、みんな して、自分で言うじゃん。ずるいぞ。それはずるい。過去の話やん。それはずるい。お前まだ6年前のこと恥ずかしがってんの。違う。そういうことじゃない。そういうことじゃない。お前ほんとにバカ。せめてさ、もうちょっと違うことにしよう。なんで。共通認識できない。うん、それな、それじゃ面白い。俺らだったら、イエーイってなるけど、全く俺らのこと知らない人は、誰だ。いいですか。はい。どうも、名称のリーダー兼編集担当兼企画兼財布兼招集係のリーダー春樹です。好きだった子の名前はゆめのちゃん。名称未設定の、まあ、後編集担当、企画担当、まあ、後なんか担当の後です。
好きな子の名前は綾乃ちゃんです。え、そうだったの？え、あの？え、綾乃ちゃんって誰？え、ある小学校の卒業。いや、後で見せて。後で見ようじゃん。綾乃ちゃんな。めっちゃ音楽見えちゃう。名称ののせです。歌やってます。僕はバンドのボーカルやってました。小学校好きだった子の名前はゆうちゃんです。お願いします。お前しゃべんなよ、やってんだお前ら。止まるんだよから、ちょっと気にしてくれや。思い出せてる。おお名称のカイトです。ダメだ、ここまで行ってもその後が出てこない。テイクなんだよ、もう。早くしろ。名称のカイトです。めちゃめちゃ声が通らない人です。好きだった女の子の名前はゆなちゃんです。一番最近は誰ですか？一番最近はいません。やばい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。激しくな。